夫人はいいよ、犬猫多いから。デヴィ夫人、いや、その夫人なんて俺らの CS の CS700 裏パスワードみたいになってて正解です。ムームーでエピソードあんの、めっちゃ可愛い。あ、そう、子供ムームー集え獣の者やぶ、そして伝説へ、パラシュートが綺麗に開いた方おめでとうございます。それも開かんかったら本当危ないです。いやいや、めでたいことです。あれパッて、まあ、なんかめでたいですよね、あれ、あの瞬間って、まあ、確かにね、バッてなるあの感じはね、なんかめでたい感じあります。いくら積まれたらやる、パラシュート一人で、あのスカイダイビング一人で、奥、ほんま怖いんで。完全に安全ですって言われても、完全にこの後のその家族の面倒見てくれますっていう条件僕がもし落ちた時、まあ奥やからな、それは大丈夫、はい、ビビりなんで。あのほんまパニックなって引かなあかんとことか引けずにとかもありそうやもんな、うん、なりそう、もう気絶しちゃって、あ、はいはい、気絶しちゃってがあるか。ドッキリやりたいな、三島のパラシュート開かないドッキリ。えぐえぐえぐ、最後のドッキリ、ドッキリちゃうやろ。で最後はなんか網かなんかでフワーって助かるやつね。鬼すぎるやろ、何やそれ。スッてあの紐がはっ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 てなって、そんな俺だけちゃうって全員怖いって、そんな状況でそんなことあったらどんなドッキリやねん。直番でできんかな、無理よ。やるわけないよ、そんなこと。スッて紐が取れるやつ、平和なゲームやりましょうよ。さあ、今回もうヘラクレスも撮りました。はい、見ていただきましょう。ございませんよ、もう我々の生き物図鑑、もう皆さん撮ったことないでしょう。わう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 わ、詰まってます。あららららららら、羨ましいでしょう、皆さん。もうのみ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 ということで、のみのみ、川がね、まだ魚も後回し、はい、で、ここも完璧。カタツムリ取りに行くでもいいよ、これムカデと、まあ、飲みを軸にね、雨降ってる時とかじゃない、出ないんで、カタツムリはね。海下でたらムカデ出るんちゃう。そ、ちょっと飲みをちょっと、おらんもんな。いやいや、その作戦考えたんです、私。ないよそんな作戦。昨日の夜ぐらいからずっとね、どうやったのか分からなくてあの雨だれさんがここ出たいって言ってた、覚えてます？雨だれさん、はい、あ、メープルさんのことなんですけどもはいはい、メープルシロップね。メープルさんが、メープルは楓でいいやんか。あ、そうなの、ね、うん、ここをちょっと離れるって言ってで、うん、今あ売り地になってるんですよ、メープルさんの家が。はい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 。そこに飲みのつきそうな新住民を呼び寄せて、うん、あ、メープルもつきそうやったけどな。メープルさんはもうでも出たいって言ったんでね、うん、ここ出たんで。いや、もっと多分つきそうな獣がおると思うんですよね。離島行って、うん、こいつのみつきそうやなと思ったら勧誘っていう作戦、今売り地になってるんで、ここに住む住民のみつきそうな人をちょっと探そう。だからちょっとそののみスペース動物とかで調べてほしいんやけど。そんなんいるか。いや、何かの何が一番つきやすいとか、もしかしたら知らん情報が。あ、そう、ガチの集まりじゃなくて。いや、それも集まり反映されてると思うんでね。いや、猫やろ、犬猫やろ。犬猫、大型とかより犬猫の方がつくってことのみが湧く動物、つきやすい動物。意外とイノシシがめっちゃついてるとか、そんなのあるかもしれません。猫、猫が一番に来てます。猫、はい、猫か。じゃあ猫のお腹な、お腹よく見といて、猫の。で、ちょっと旅行券もあるんで、猫おるよ、猫。書いてないか、歌舞伎猫おるけどな、犬もおるよ、犬。結構婦人的には強いんやけどな話しかけた数がやっぱり大事らしいよ。話しかけてないもんな。全員に話しかけてのみがいなかったら、建物に入ってまた話しかけるを繰り返す。これを4月11月の間に数十時間繰り返せば出ると思います。数十時間マジで言うてる？マジで言うてるんですよ、それ。夫人はいいよ、犬猫多いから。デヴィ夫人？いや、その夫人じゃなくて話しかけてよ。話しかけてますよ。ちょっとじゃあメンバーだけ入れますか、とりあえず一人。入れよ入れよ。どこで入れる？いや、離島でだから行くんですよ。つるっとしてずに毛が生えてたら OK やろ。うん、もう来てくれへんかな、ほんまに。ちょっと書いてくれたなずっと無視して魚とかやってたから。さあ、飲み麺来い。あ、石ここ片付け、ムカデ取れんちゃう。ついでに、人おらんやん。おらんこともあるやん。いやいや、ないないない、そんなことないよ。え、あ、おった。あ、ついでそう。
なんじゃこいつ。どう鳥かっこいいな。めっちゃかっこいいやんこいつ。わしかな。気持ち悪い。え、どっち。え、足とか気持ち悪いね。飲みつきそうだけどな。ちょっと話しかけよう。かゆう。アポロ呼ぼうよ。アポロええやん。かっこええやん。あと11枚もあるよ。いや、もう珍しすぎるアポロは。こんな鳥感残したやつ今までおらんかったはず。いや、鳥のフォルムみんなこれやん。ほんま、うん、こいつかっこいい。一発目でいる。めっちゃかっこいいけどな。その飲みうんぬんよ。いや、飲みうんぬんの話やねん。飲みうんぬんよりもかっこいいやん、アポロ。えらいアポロ気に入っちゃってるからな。鳥にするかどうかをちょっと。いや、まあでも相当気に入ってるんならもうです。ムカデは残念です。帰るか。もっとつくやつおると思うで。まあ11枚あるから、これが残り3とかやったらもう俺は連れて行ってやってもいいと思うけど。いや、それ関係あるの、その毛の量とか。そもそも、いや、猫とか犬とかの方がつきやすい、ね、情報をイメージして。無条件ちゃうの。毛の量で決めますか、じゃあ。それ羊とかってことあるな。そう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 、毛の量が多いなんか。そうそう、最悪減るつつ緑ガモでも作っちゃつくんやん。最高。いきなりついててほしいわ。もうめちゃめちゃ描いてる。ゴリラとかゴリラとか影響がつきそうな感じするな。つるっとしないでね。最高。ほっ、なんかつるっとしてんな。あれ象やな。あー、象はダメですね。毛がないもんね。かわいいけどな。かわいい。こいつ森っていう T シャツ着てる。かわいいやん。センスもいいですね。それで帰ろうよ、XL さん。いやー、帰ってやりたいけどな。確かにかわいい。でも、つかんやろ。 T シャツはかなりいいけどな。まだ10回チャンスあるんで。絶対これってなら来ますよ。条件は一緒やって。いやいや、毛の量こいつ飲みつきそうやなってやっぱあるからな。あ、この4人で言ったら、まあ俺やな。この4人で言うと俺が飲みつき。そういうのやっぱあるんでね。さあ来い。でもなんかすがすがしい島ですね。ちょっとこの飲みの感じなんかせえへんな。お、あ、コアラええんちゃん。コアラは毛深いぞ。毛深い。茶色かったらな。いや、色関係ないって。いや、なんか茶色い方がつきそうやんか。コアラはもうほら、花なんやこれ。花も抹茶ぐらい。ユーカリちゃん。セーターも着てるで。いい顔してるやん。いやー、でももっと毛に包まれてほしいな。何をイメージしてるの。ちょっと保留で。もったいないな。すいません。いや、もうこれ時間もったいないやろこれ。何の時間ですか。行ったり来たり、飛行機乗ってる。今連れて帰って住人の人に聞くのがもう先です。そ、俺もしたいんですよ、それ。やってくれよ。やりたいんですけどね。一緒やって、さ、クマもコアラも探してるんで。一緒や。ほんでメイプルでよかったよ、そもそも。出しちゃったんで、ね。出しちゃった。この時間はね、やっぱりもう金目くんの家の新しく増えたアイテムを紹介する。観葉植物ね。観葉植物。ちっちゃいの増えてるわ。もうどんどん観葉植物増えていってるんで。変わりました、やっぱり生活。ああ、なんか置いてみて気持ち、やっぱりリラックス。若いのか。前までどうやって。あ、上におるかな。上かな。食の隔たりはなくなりました。いや、どうですか。何も変わってないですけど、ね、最近ハマってるのは何ですか。牛丼です。吉野家は変わらず。あ、こいつやん。お、これはカバ。つかんやろ。水辺やん。よ、水辺でしょ。かわいいな。あ、ガブリエル知ってます。俺の島におったな、昔。ありました。いたと思う。かわいいですね。ちょっとでも飲みつきそうないから、すまん。もったいないな。ケン、すまんな。ケンと時間連れて帰って、はい、聞きまくった方が確率上がる。いや、俺もそうしたいんですよ。でせえ。殿下と殿下方です。聞き回りの術ですよ。そうしますか、じゃあ。もう、そしたらそんなに。それで終わる。いや、そうなんで。往復で終わってしまいますよ、そら。そんなに言うんなら、もう入れましょう、じゃあ。こんなに楽しいのに、これ。楽しないね。楽しないね、この手続きと飛行機の往復。見てて。さあ、もうここは、もう決定です。何時ほど一存で。いいね、いいね、いいね。
犬来た。犬みたいなやつおるやん。あー、これつくつく、これはつくかわいいし、かわいいな、うん、顔も優しい顔してる。はい、ちょうど来た来た来た、しましょう。犬なんで運命感じてるし。はい、これでこれでまあ何日か後かね、何日か後には来ます。あ、ここに家が建ちます。とりあえず今戻って、さあさあさあ、じゃあ戻りましょう。頼む、来てくれ。かかれかかれかかれ、なんか出てるんでしょ。でもあ、こいつも犬犬犬、そうやね。なんでシーコって君のお友達誰やん。俺どうでしょう。なんで怖いこと言ってます。知ってませんか、のみ。虫をどっかで、うん、消しとかないと。そうなんかな、やっぱり。そりゃそうでしょ、のみも虫なんで。困りましたね。頼む、お前が一番出そうやね、なんか。書いてないな。入ろう、家入ろう。こいつつきそうやのにな。何にも痛めてない。いや、何にも入ってないやん。聞こう、何作ってるか。どこがやん。サラダ炒めてる。工程むちゃくちゃやんか。難しいんだな。まあ今日で仕留めるのはなかなかやと思う、やっぱり。うん、そう簡単じゃない。何週出てなかったか。そう、急に喋りに来るなとは思われてると思う。怖いよな。急に怖いけどな。あんだけ何にも我関せずで、虫とかばっかり。なんか裏があると思われてるな。絶対思うよ、逆やったら。なんかマルチ商法かなとか。いろいろ考えるよな、うん、あ、久々に LINE やったやん。あ、メッシ？え？急に LINE めっちゃ来るやん。どう言ったらもう分厚い資料見せられてね。こいつここか、全然来けへん。この角地もいいですね。つきそうやな。うん、性格ちょっと分かってきたな。そう、こういうやつやったんや。なんか意外と明るいやつやったんやな。毎日分からんけどな。ヤッホーとか言うんや。喋った上でよく分からん。あれヤッホーとかいうタイプなんやな。心開いてきたか。うん、そんなはどうでもいい。のみをつけてくれって言ってんの、こっちは。ハニワもやらんとな。言うだけ言うってやれへん。男女好きってハニワ。ハニワってずっと言ってた。鉄は熱いうちに打たな。あ、もうハニワ熱下がっちゃった。今はね、寂しいね。まずは飲み。うわ、こんな質問してくんねんで。すごいね。何やろ一番テレビ見んのって。ニュース。結局ニュースやな。うん。あ、でも入れてみよう。ここまでこんな楽しみ方もあんのか。うん、ニュース。どういうリアクションするんやろな。あっぱれふるさと珍道中どう。あっぱれふるさと珍道中長いな。ちょっと入るやろ。入るかな。うん、俺らの CS の CS700、 我々の番組ね、冠番組ですよ。うん、あっぱれふるさと珍道中。それちゃう。もう俺こういうのほんまに苦手なんで。てんてんと小文字のとこ。そう、めっちゃ考えてるやろなと思った。言われてるやろな今これ。あっぱれふるさと珍道中。ギリ入るか。ニューちゃうねん。珍道ニューちゃうねん。牛乳ミルク。珍道ニュー。珍道ニューってない。あ、入った。ちょうどや。あっぱれふるさと珍道中用の。これがその裏パスワードみたいになってて。正解です。よくたどり着きました。ぴょんぴょん。お礼の飲みです。飲みです。出してくれよ。アパフロです、我々の番組。あっぱれさ、珍道中で OK かな。マジで。うん、あっぱれさ、珍道中か。さすがです。ツーなところ、行くよね。アッパルさんの珍道中か。そう、ツーやね。確かにツーですね。出てんのよ。見てね。CS700。うん。やってるよ。やってるよ、今。見て見て。うん、CS700 の。CS 入ってな。CS やで。こっち、ケーブルのなんか関係で見られへん。大丈夫か、三島ケーブルの関係どうなってんやな、これ。まあ、BS 吉本でもなんか遅れてやったりしてるからね。まあ、BS 吉本でもいいよ、もう見てな。ちょっと無理か。一回リセットです。これもうずっとこれが続くね、しばらくね。まあでも次の時はあの犬来るから。おあいつがつけてくれんちゃうかなと思うけどな。
てないか。みんなアイス食べてるわ。ムームーって何？ムームーね、なんかあのハワイの民族衣装ですか？ハワイアンみたいな、こんな肩ひらひらついた鼻のでっかいのついてる、フラダンスの人が着てそうな、あれムームーっていう、ムームー、ちっちゃい時エピソードあんの、うん、ムームーでエピソードあんの、いやいや、こんなすごいやん。俺が沖縄行った時か、沖縄空港で子供のムームー2着買ってきましたと。めっちゃ可愛い。あ、そう、あ、子供ムームー。へえ。あと三島ムームーも可愛いかもしれない。俺が、うん、俺のムームー姿かって言うんだ。三島ムームー見たいけどな。クリアしたら、じゃあ最後ムームー着て、ムームーで踊って終わろう最終回は。あれ、ムームーって知らんかったな。名前史上一番可愛い服やっけ、ムームー。まあ確かに、そのT シャツとかカットソーとかいう中で、ムームーやからな。ムームーセーターとかいろいろあるけど、ムームーが一番可愛い。なんかね、これ、いやいや、撮ったよ、撮ってないなんつはないねんから、ビビってるよこいつも。いや、撮りました。いや、僕、いや、撮ったか、いや、撮りました、ほんまか、撮りましたよ、図鑑撮ってましたよ、やめてください、僕、もうお前なんか見たことないけどな、仲間捕まったんで、僕、ほんまか、図鑑、まず図鑑、あー、しちゃった、ほら、あれ、何、持ってるわ、ごめん、持ってるわ、逃がしてくださいよ、撮ってるわ、逃がしてくださいよ、ほら、何の回これ、いや、これが続くから覚悟しといてくれ、みんな、もう、最後一周だけ言っていいですか、一回じゃあここ入ってたよ、最後一周見て、いなければ今日はお開きとさせていただきます。上から下までツーッといきましょう。いや、みんなこれ苦労してるよな、最後のみ残した人、先に取っとくべきだった。結構、まあ人によるか、会話するせえへんは。あ、いたいた、こいつずっとおるな。まあそういうわけじゃないけどな、のみやねんな。いいこと言うな、ツー、痒くなさそうやな。なんか出てるんやろ、だってもう出てないもん、何にも、うん、さあ今回はちょっと厳しか、はい、新種ならずということです。まあちょっと犬も来るんでね、次回から頼むの、次回から交代交代しますか、じゃあ、うん、あれ、いや僕、いや撮ってます、もう僕撮ってますって。あれ、いやいやいや、時間見てください、ほんまに、あ、かかるな、してましたよ、飲みだけでしょ、飲みだけないな、いや飲みだけって言ってた、ほんまか、これ見たことないな、いいですって、僕仲間がもう捕まってるんですよ。ほんまか、こんなん見たことない。いや、撮ってもいいですけど、もう捕まってますから。おお、逃げるな、逃げるな、これ。いや、僕関係ないですよ、もう終わってる話なんで。おい、どこ行った？よっしゃ、巻いた。よしよし。おっと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 。ああ、もう。ちょ、もう勘弁してください。勘弁してください。逃げるな、逃げるな。はい。ああ、最悪。うん、あ、持ってるわ。持ってるわ。シャ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 。あれ、手裏剣。いや、指紋消してます。あ、指紋消してた。こたびはこれまで。ほっ、ほっ、はい、ほっ。